楠木の流花見幕張は、歌舞伎の演目。通称に、慶安大平記、丸橋中也。二代目、川竹新七作、全六幕。明治三年三月東京森田座で初演。由衣小説による、幕府転覆未遂事件、慶安の編を題材とする。現在では主に、丸橋中也の下りのみが上演される。楠木正成の末裔と名乗る結衣小説はどうしよう。 集め、幕府転覆を図る。同志の一人、丸橋中也は、江戸城攻撃に備え掘りの深さを測量すべく、泥酔した中間に変装するが、引っかかった、老中、松平伊豆守に見とがめられる。中也は無本を隠すため、わざと叫びたりの日々を送っている。そうとも知らない衆との弓師と奥郎は、借金の返済と妻を不死の利縁を迫る。 困った中也は衆都に真相を話し納得させようと、下がかえって驚愕した遠苦郎に素認される。大勢の取り手に囲まれた中也は、抵抗をむなしく捕獲される。左より、初代、市川佐団寺の丸橋中也四代目、中村士官の実芸悦二代目沢村突将の金、伊丹五郎初代、市川佐団寺の丸橋中也弁義条約名はいずれも、 改訂後の実録版によった。本作は、初演時には、時代設定や、登場人物の背景が、室町時代のそれに習ったものになっていたことから、二代目、川竹新七はこの作品を少なくとも初演の、数年前から書き始めていたことが伺える。初演後はすぐに、時代設定、登場人物ともに、実録風に改訂されている。新七はこの作品を、 親友だった四代目市川賞、段次の養子である初代、市川左段寺のために書き下ろした。当時大阪生まれの左段寺は、江戸の客層と合わず長い不調にあった。その起死回生を図って、左段寺を前面に押し立てた作品としたのだが、作者側と共演者や芝居小屋座元との間に摩擦が、起こる。特に左段寺の一人前代である、江戸城堀端の場をめぐってはかなり揉めた。 新七にとっても絶対に成功させねばならぬ作品である。排水の陣を敷き、己の職をとして、サダン寺に1対1の指導をし、初日が開いてもしばらくは演技指導を行うほどだった。サダン寺も努力し、そのかやって大成功を収めた。特に、堀端と鳥物の場が好評で、これがサダン寺の出世作となり、ここにダンキ菊と並ぶ明治の名優が誕生した。 堀橋では、飛んだ、無限の梅がえだが、ここで三号か四個で五号、広い、集めて三章余り、これじゃしまいに、玄太もどきで、鎧を質におかざあなるめえ。裸になっても、酒ばかりは飲まずにはいられねえという昼夜のセリフが、有名。小石を堀に投げて、着せるお構え、耳を澄ます見えも美しい。伊豆守との出会いの掛け合いなど、見どころが多い段である。鳥では、 大詰めの大立ち回りが見どころ。それまでの濃い舞踊色とは、打って変わって、写実的な、激しさで演じられる。明治の歌舞伎らしい演出である。昼夜の芸は、サダンジの長男、二代目サダンジに継承された。ありがとうございます。